ついてるものですけど、まあ、全体の人件費比率がドリス全体に対して 11% が彼女の人件費で、はい、まあ、工数が、まあ、こんな形で分かれてます。業務工数、まあ、はい、実務ですね。実務工数が114、はい、で教育にかかった工数が20で、まあ、トータルで134時間かかってますというところで、まあ、この業務工数がここにある全体の工数に対して何パーセントドリスがやってるかっていう割合を算出して、はい、まあ、そこから売上と利益、はい、彼女がどんだけ貢献してるかっていうのをちょっと計算してみたっていうこの図式です。もうちょっとその、ドリスの縦形じゃなくて横形で見たくて、ドリスが、はい、4月から5月から12歳だっけ、はい、実際、本格的に入ったのは6月からです。6月から、あ、はい、じゃあ17と20、はい、あ、17と20、はい、はい、この教育コスト、はい、これの累計をちょっと出してもらっていいですか。あ、わかりました。で、ドリスがもう小原さんたちでいいんで、はい、これこういう数字にならないで、ドリスが生んだ売上ってどれぐらいなのって言ったら、全体コースが 33% だったから、ドリスの貢献利益 33% かけてるじゃん。そうですね、ちょっとここがいまいち自分でも作りながら、うん、これで合ってるのかなって思いながら作ってました。ここはあまり見ても意味がなくて、はい、この17、20かけたときに、はい、ドリスが、どれぐらいの教育コースをかけたら、付加価値を生んだか、はい、なので案件ごとにもう見といて、はい、ドリスが作った売り上げだなって、もうマニュアルでしかないと思うんだよね。はいはいはい。でその時に、ドリスが、まあ、37時間で売り上げ作ってくれたな、うん、でその次の人が、40時間なのか、その次の人が30時間で収まるのか、はい、次25時間で収まってるのか、はい、それ2つ見方があって、1つは我々 その教育の生産性が上がってれば、かける教育コストって下がるわけじゃん。はい、何か付加価値を生むまでのコストは下がるよね。はい、もう一つは、採用した人のもともと質、はい、だドリスがめちゃくちゃ優秀な可能性があるわけよ。はい、だったら誰にでも合わせられるのと、採用の段階である程度質の高い人を取らなきゃいけないねっていう、うんうん、はいはい、なので月次の縦形で見るっていうよりかは、そのドリスとか誰々とかっていう、あ、はい、でそれが、そのドリスが貢献付加価値を作ったかどうかのジャッジはもう小原さんのジャッジでしかないと思うから、はい、それでいいと思うよ。あ、わかりました。どちらかというとこの数字の方がなんか誤っちゃう。あ、わかりました、ね、だってこれだと工数ドリスが、150時間働いてれば売上貢献度が、1.2 倍ぐらいになっちゃうわけじゃない。そうですね、はい、そう。でもそれって逆だよね。確か、あ、そうですね。教育コストをかければかけるほどドリスは貢献したことになっちゃうから。はいはいはい。で、まあ、この人数だったらもうメチェックで、ドリスさんがどの案件に貢献したかっていうところから。はい、あ、わかりました。で、それを時系列に取っていって、我々としてはその今の数字でいったら37時間後には必ず一つのプロジェクトを回せる状態を目標にするとか。それをいかに縮めるか。はいはい。はいはい、もう少し人件費を上げると、ドリス以上の、言ってみれば人件費 1.2 倍上げて能力が2倍高ければさ、はい、そういう人を採用した方がいいよねのも分かってくるよね。はい